タウンの中の角川の角川武蔵野ミュージアムじゃないかなと、そんなふうに言われて、とても名誉ある瞬間になるんだなと思っています。このライブラリーは2万5000冊以上の本が揃っていて、しかもその配置の仕方がすごくこう、なんだろう、今までにない、なんかこうライブラリーの気分でやってるような、でそれがすごく人間的で、誰かの人の、書斎を見ているような、そんな雰囲気のとてもこう興味深いライブラリーで、僕の大好きな場所となりました。そこからお届けすることになっていますので、その背景とか、全てが楽しんでもらえるんじゃないかなと思っています。そして僕だけじゃなくて、四季並みという、ユニットと今回は、コラボをします。バイオリンの白洲コン君、そしてギターの堤博明さん、ピアノは、野口啓代さんのユニットなんですが、その3人と僕というコラボになります。喋ってるとね、このチャットと見逃してしまうんですよ。行きたい、来てください。チャットを見ていると喋れないんですよ。どうしましょう。そうだ。この後ね、オンライン上なんだけれど、四季並みのメンバーに参加してもらう予定です。多分20分頃、8時20分頃になったら、ギターの堤くんに加わってもらおうかなと思ってます。堤くん、見てるかな。 こうすぐに反応がないからすごく不安なんだけど、大丈夫？行ってみられるのでしょうか。これは残念ながら今こういうコロナの状況なので、その場で見ることはできないので、ぜひネットで見てもらうしかないんです。見てください。行けませんが楽しみです。行かなくても見られますので、ぜひ見てください。演奏はなしとのことですが、アカペラで歌でもって、今日のことね、今のこと。アカペラの歌ね、歌はうまいけれど本職じゃないから歌わないよ。 うまくないです。そうそう、近況の報告なんですが、最近Twitter とか YouTube でこういろいろなものを発信することが多くなったんです。まあコロナで自宅にずっといることになって、演奏会もほとんどが中止と延期になってしまったので、それでもただただこうじっとしているのがこう性に合わないので、何か発信したいということで、いろいろな音楽をこう自分なりに消化して発信するということをやり続けています。そしたら、なんとこれも僕の初めての世界なんですが、ゲームの音楽とかアニメの音楽の中にすごく美しい曲があったり、こう躍動的で感動するような曲があったりすることを最近遅ればせながら知りました。これも四季並みとの交流で得たいろいろな知識なんで、すごくありがたいなと思ったんだけれども、白洲コン君がよくライブで演奏している、例えば「ニーヤ・オートマタ」すらすら出てこないところがまだ。こうダメなんだけれどの「カイネ救済」っていう曲とか、あと「シノアリス」、その先が出てこないんだけどの曲とかね、そういう曲たちがとてもこう美しくて、しかも篳篥で吹くとすごくこう気持ちがよく演奏できる、そういうことも発見して、自分なりにこの編曲もして発信することを楽しんでいます。で、そうすると、例えば「カイネ救済」っていう曲をこの前 YouTube とか Twitter でアップしたんだけれども、ものすごい反応が多くて、
今までの何よりも反応が多いことに気がついて、すっごく嬉しかったです。そして驚いています。で、いろいろリクエストも来て、他のこうカイネの、ニーヤの他の曲もぜひやってくださいとかで、いろいろ調べていったら本当にいい曲があるんですね。例えばね、多分皆さんニーヤって言って一番期待してるのこれかな。でしょうか。こういう、これなんつったっけ、壊れた世界の歌っていうの合ってる？あんまりこう知らないから間違えちゃうんだけれども、これの七力バージョンきっとうまくいくと思います。そしてこの12月6日のコンサートの中でも、そのカイネ救済とか、シノアリスとか、そういうゲーム音楽とか、あと、アニメの音楽、今までの僕のコンサートとはまた全然違う趣向で、プログラムを考えてみたので、また違う味わいを楽しんでいただけたらなと思っています。左利きでしたっけ、あれ左利きに映ってる、これ僕今右手上げてるんだけど、これ逆に映るもんなの、インスタって。僕右利きで今普通に右で弾いてるんだけれどね、そういうことなのか。フラメンコもやってください。フラメンコやったことないけど、ちゃってフラメンコでした。そう、インスタ反転するんだ。ちゃんと音色よく届いてるのかな。なんかこれスマホのそのまま、何にもこう音響システムを整えてないままやってるので、いい音で届いてるといいんだけれど、どうしようか。あとね、堤くんの参入まではもうちょっと時間があるんで、なんか面白いことしようか。ん？フラメンコかっこいいでしょ。でも今あんまりうまく弾けてないんだよ、実は。本当はもっと上手いんだよ。そう、今ね、ちょっと話違うけど、このギターすごく素敵じゃない？このギターなのに F 字工がついていて、これはもう20年以上前だな。パリでこう散歩してた時に楽器屋を見つけて入って、そこで出会って、うわー素敵だなって。これはパリの、ジャンゴギターと言われたり、ロマギターって言ったり、本当はこれ今これ使ってはいけない言葉と言われているけれど、本人たちはこれを使ってくれって言ってるから、僕はあえて使っちゃうんだけど、ジプシーギターとも言われていて、そういう種類のギターなんです。なんかこのフラメンコ系だけれどジャズ系でもあったりっていう、そういう中間的なギターなんだけれど、僕はそういうこうジャンルよりもこのギターのこの姿に
ものすごく惹かれて、だけどその時ちょっと高かったので諦めて帰ったんです。で、何年かしてまたパリに行く仕事があって、そこでまたギターあるかなって言って楽器屋に行ったら、そのままあったので、これはやっぱり買おうと言って、2年越しかなんかで手に入れたギターでした。チッチ君やナユタに会いたい。ナユタね、ちょっとナユタ連れてきて、今チッチ横で見てたんだけど そうだよね、ナユタがあんまり登場したことないもんね。ナユタってのはうちで飼ってる猫、ベンガルという種類の猫で、野生の血がすごく濃くて、めちゃくちゃやんちゃで楽しい猫なんです。まだ少し時間があるけど、何か面白いことないかな。来た来た。紹介しますね。チッチとナユタ。これがね、抱かれてないんだよ、この猫は。はい、ナユタです。ほら、ベンガルです。オスです。ベンガルは、この猫はね、普通の猫より背骨が2つ多いらしいです。だから長いんです。入りきらないでしょ。縦にすると入る。ということでした。どうしようか。あ、そうそう、最近僕の所属する矢島事務所のホームページを見てもらうといいんですけれども、こんなものをグッズとして作ってみました。これはクリスマス限定のイラストになるんだけど、僕が描いたイラストです。よく見てくださいね。これ僕だからこそのイラストなんだけど、サンタが吹いているの、ショーを吹いているんです。そして雪だるまが龍笛を吹いていて、トナカイが篳篥を吹いているという、そういうイラストを描いてみました。で、これネットで、注文してくださった方には、これ一枚一枚サインを入れていますので、楽しんでいただけたらいいなと思っています。そんなものもあります。さて、そろそろ、じゃあ、トートバッグもう届いたんだ。あ、よかった。ねえ、なんかもうギリギリ思いついて作ったから、クリスマスにちゃんと間に合うといいなと思ってたんだけど、よかったです。で、これクリスマスが終わったら、また別のパターンでもなんかこう考えなきゃいけないなと思ってるんだけど、まだ未定だけれど、とりあえずこれを楽しんでもらいたいなと思っています。どうやって買えますか？これはね、矢島敏子事務所、あるいは矢島事務所東儀秀樹って言って検索すると、僕の所属する矢島敏子事務所のホームページが出てきますので、そこの、中の どこかに情報があるはずです。探してみてください。そうか、左右も、サインも左右対称になっちゃうのね。不思議、なんでだろう。いろんなバッグ作ってください。大変なんですよ。楽しいけど あと5分ぐらい。そう、ちょっとね、ネタバレしちゃうかもしれないけれど、吹いちゃおうかな。ツイッターでいきなり何万件も再生してもらえたんでびっくりしているんだけれど、この曲。Thank you.
今回はここまで、フルバージョンはオンラインだったらツイッターで今、YouTube でも聞けるんですけれども、ぜひ、12月6日のこれライブで、こうピアノ、ギター、バイオリン、七力のバージョンでお届けすることになっていますので、そちらを楽しんでもらいたいと思ってます。じゃあ堤くん、堤くんってどうやって入ってこられるの？これどこか押して終わっちゃうの嫌だな。これかな。え？おお、なんだなんだ。ちょっとこれでいいのかな。今ね、すみくんの ID を。あ、起きた。こんばんは。こんばんは。こんばんは、つつみです。こういうの初めてだよ。ねえ、びっくりして、あ、自分も初めてで。あ、ほんと？緊張してるんですけど。若いのに初めてか。若いのに。こういうのめちゃくちゃ慣れてるかと思って。いやいや、四季並みメンバー全員初めてで、もうみんなすごい、はい、ドキドキしちゃって。はい、今日はありがとうございます。素敵な演奏をいきなり弾けて、もうちょっとお腹いっぱいになっちゃいました。あ、じゃあもう帰るか。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様。いや楽しみです今度。はい、こちらこそよろしくお願いします。ね、四季並みの活動ってもう長いの？はい。自分たち二十歳の頃からなので15年ぐらいになりますね。あ、はい。同じ大学。はい。三人とも同じ大学で、はい。で、白洲くんと僕はモダンジャズ研究会っていうサークルで出会って、はい。で、はい、なんか、バイオリンとギターで面白いことをやりたいねっていう話をしていて、で、別の授業で野口くん、ピアノの野口くんが、一緒ですげえピアノが上手くて、先生を野口のピアノで泣かしちゃうぐらいの演奏をしてたんですね。で、すげえいいピアニストがいるからって言って、3人でやらないって言って始まったのがきっかけです。あ、そうなんだ。はい。で今もいろんなことやってるんでしょ？そうですね、はい、ほとんど3人だけでやるわけ？そうです。たまにあとはベースとかパーカッション入ってもらったりしてやる編成もあるんですけれども、基本は、ピアノとギターと、バイオリンの3人ですね。なるほど、はい、あれだよね、アコースティックギターが中心なの？つみくん。そうです。もともとはエレキギターから入ったんですけれども、四季並みをやることになってから、もうほとんどアコースティックギターっていう感じで活動してまして、はい。そうです。もう、東儀さんが、あ、ごめんなさい、ギター上手すぎて、ちょっと弾いてました。いや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 、うまいんです。いやいや、好きなだけでね、全然こう、本格的なこのテクニックは全くね、持ってなくて、ハッタリが、聞く器用さがある。いやいやいや、はったりのうまさじゃなかったですね、あれは。素晴らしい。そう、ギターが好きでね、はい、中学とか高校の時に、はい、今もないけれど、ミュージックライフっていう、はい、ミュージックライフって知らないでしょ？ミュージックライフ分からないですね。ミュージックライフ、ね、はい。70年代、80年代にめちゃくちゃ、音楽雑誌、ロック系、はい、だけど、結構ミーハーな、編集で、それが僕はすごく好きだったんだけれど、こう外国のこうグループが来るとそれをキャーキャー取り上げるっていう、そういう感じだったんだけど、はい、でそれを見てるといろいろな僕の好きなロックバンドの人たちが持ってるギターに目が行って、はい、当時はこう高校生とか買えない値段だったでしょう、エレキギター。あ、でしょうって、世代が違ったと思うけど、あ、でも高かったですね。もう、うん、だけど大人になってで、そのこう気持ちがまだ残っていて、はい、片っ立つように当時欲しかったギターと同じタイプのギターを買いまくってるわけ。ギタリストではない。なるほど。もう後ろにも、そう、ちょっと見せたりとか、こう、あ、すごい、うわ、すごいでしょ。すげえ。かっこいいですね。今見たことないから決まるわ。あ、見たことないな。あ、これはね、いろいろありますね。これは正倉院に
こう保存されているはい。琵琶を復元したもので、あ、あとこれはインドのシャーランギ、これはね、エジプトの竪琴だったりして、あとタすープだったげり、え。わ、335これもありはますね。堤君の好きなものだらあ、け。大好きです。全部、今度大いた好物だでけしるょ。ということで。いやいや、そんなことない。素晴らしいですね。こんな感じです。いや、これ。うわ、楽しそう。いやー。あ、という。すげえ。いや、夢のような部屋ですね。今度うちに遊びに来てよ。あ、ぜひ行かせてくだプラさネッい。ト楽器を片っ端から触りながら、なんかこう、思いつきのセッションとか、それをまたはい。配信するとか、あ、面めちゃ白くちゃそ楽う。しそうですね。あ、ぜひ、お願いします。はい、楽しそう。もうちょっと腕磨いときますんで。そんなことない。ギターの他に何かやるの？ギターの他ですね、マンドリンとか、まあ、竿ものというか、ギターに近い奏法で弾けるものを、ああ、そう結構か。まんべんなくやってます。シタールとか、そういう、ウードとか、サージとかは？あ、一応持ってますね。あ、ウードとサズと、はい。あと、マンドリンセロっていう、チェロの音域のマンドリンがあるんですけど、低い音なんだ。はい、低い音のがありますね。弾くやつ？弓じゃないよ。弓じゃないです。全部ピックで。はい。なので、それで、チェロの音域の勉強したり、ああ、なるほはど。い。全く同じ音域なので、はい。いろいろとそういう楽器は触ってます。ああ、そう。はい。そうか。じゃあ、なんかいろいろ広がりそうだね。そうですね。だから、あとは笛、まあ、後で、野口くん、ピアノ野口くんが、登場してくれると思うんですけど、野口くんは本当に笛がね、今すごくて、まあ、この前も、トイさんの章にすごい興味を持っていて、ああね、それははい。すっごい深く、深い目つきで見てたね。深かったですね。でも、ああなのいう、で、こう、雅楽関係じゃない人が、ああやっはい。て本気で興味持ってくれて、で、そこからまた何か発信されるから、なんかすごく僕は嬉しくて、こういう、お互いに、だって今回だってこう、四季並みの皆さんと一緒にやることで、なんか今までとない違う感覚が僕の中に入ってきて、で、そういう皆さんもこう、なんだろう、生であんまり聞く機会のない七色の音とかね、ショーの音とかを、だって交換できるってすごく、本当にこうワクワクするなと思ってね。ああ、ありがとうございます。自いっ分たちぱもい。四季並みが結成した当初、しらすくんがニューエイジアとかを聞かせてくれて、トギーさんの。で、はい。で、その時の七力の音が、もう人生初めての音だったんですね。この楽器は何なんだろうっていうところで、やっと生でね、聞く機会に恵まれてというか、すごく自分たちも本当に新しい刺激をいただいて、もうすごい、勝手ながら、すごい影響を受けて成長させていただこうと思っておりよます。かったよかった。はい。本当なんいいかあ機れで会しを。ょ？話が違っちゃうけれはど、い。堤君ってゲームの音楽とか今制作してるんだって？あ、いつものメインのお仕事が、アニメとかドラマとか映画のサウンドトラックを作るお仕事をさせていただいてまして、はい。いいそうなんでな。すよ。今度仕事を僕にも恵んでよ。それ、なんかありそういなう、んですか？はい。さっきも話したけれど、ゲームとかアニメの音はい。楽とかの、なんか世界と、あとそはい。れを見て、ゲームをやっている人って、僕はあんまりそういう人たちとの交流が今までなかったんだけれど、今回ツイッターで知ったのが、かなり深いところまで音楽を感じている人たちで、そのゲームなりアニメの主人公と、その音楽とのこう、動詞のリンクを逆に僕にこう、なんだ、メッセージをくれたりしてね。ああ、すっごく嬉しいなと思って、七力のそういう僕の気持ちの音楽をちゃんと捉えてくれてるんだっていう人が、すごく多いことに気がついて、あ、この世界もうちょっとこう開拓してみたいなと思ってね。確かにそうですね。すで、ごいその、よくゲームの音楽作ってる人って、ちょっと神秘的な音を出すのに、ショーの音みたいな、でもそれは見たいなっていう、
これ、ショーを聞きたいんだけど、聞けなくて、シンセサイザーでやってんじゃないの っていそうれなんのか耳が痛いですね。そうなんですよ。まさに最近そういうのがあって、ストリングス、いわゆるバイオリンとかで、篳篥の音をイメージして、そういう音を積み重ねてやったり、工夫はしたんですけれども、やっぱり生の篳篥とか、笙の音を聞いてしまうと、打ち込みとかじゃもう再現できないんだなっていうのはすごく痛感しました。そうだろう、そうだろう、そうだろう、そうだろう。参りました。参りました。じゃあそう、だ今から度、さ。いお声掛けさせていただいてもいいんですか？や、そもう、ういう。ぜひぜひ、僕、そういうの飲み込んでやりたいと思ってるし。ありがとうございます。もう、十何年も前だけど、昔ね、かまいたちの夜2っていう、知ってます、知ってます。あれの音楽、僕、やっていったことがあっそうなて、んですね。あとはね、かまいたち2はそこそこ話題にはなったんだけれど、あともう一つね、その後に、元老っていうね、ちょっと平安時代の武士の物語なのかな、僕、ゲームの内容知らないままだったんだけど、その音楽もやったんだけれど、なんか最近になって、もっともっとこう、深く、この主人公の動きに合わせた音楽のこう動きとか、なんかこう作ってみたいなってすごく思うようになってすごいその楽しさというか、もうハマってしまうと抜け出せない感じありますね。いや、ぜひ、ご一緒できれば嬉しいです。お願でも、いましずます。は12月6日、そう早ね。速ご一緒できるということで、本当に楽しみにしてます。改めて言うと、12月6日21時から、ライブ配信。今、これ、すみくん画面の下に映ってんの？自分下ですかね。僕が上に映す。それはそのままなんだ。そういうふうに映ってます。このすみくんと、あともう、他に二野口人ほど。と、しらすくんと、4人で、演奏しますので、ぜひ楽しみにしてください。よろしくお願いします。じゃあ、堤君、どうもありがとうございましどうもた。ありがまとうごたざいました。よろしくおま願いたしまよろしくお願いします。す。失礼しま失礼しす。ます。ということで、堤君、ありがとうございました。じゃあ、次、野口君、乗っかれる？なんかドキドキするね、これ。アニソン実現楽しみです。本当だよ。野口くんってこれどうすりゃいいの？お、来た。これか。どれだ？秋の具か？これ間違ったら大変だよ。間違ったら大変だよ。全然関係ない人が乗っかっちゃうってこと。それはおかしいよね。あ、酸化待ち。なんだなんだなんだ。来ない来ない。大丈夫か？入ってこないとキャンセルしちゃうよ、野口。困っちゃう。なんかしてようか。Country road。 ハモって、せーの。 Country road take me home to the place I belong with Virginia mountain mama take me home。あれ？いなくなった。あれ？上にしたら大丈夫。これすんの？どうでしょう。お、来た来た来た。これだよね。野口くん見てないのかな？見てる？こんにちお、は。来すた。いません。どうしたどうした、大丈夫？ 接続されなかったみたいで。今までいた？いました、いました。見てた？つみさん本の当？見てました。つみさんのと。え？つみく大ん丈の夫？見てましたね。あ、本当。そうかそうか。いや、よろしくお願いしまよろしくお願いします。す。なんか暗いぞ。
暗いなんです。もう照明がちょっとね、暗いんで。すいません。紹介します、ピアノを担当する野口昭雄さんです。よろしくお願いします。楽しみですね。はい、楽しみですね。はい、どうぞ。すごい、なんか間近であの七力を聞かせていただいて、すごい感動してますね、本当に。野口くんはあれでしょう、イリアンパイプとか、そうですね、ピンホイッスルとか吹き物もやるじゃない。そうですね、はい。最近はドゥドゥックもやってるんですか。ドゥドゥックもやってますね、はい。ドゥドゥックやってる人、おお、ちょっと聞いてんで。はい、じゃあなんか、おお、いいなぁ。こんな感じです。すごい。ドゥドゥックやる人ってほとんどいないもんね。そうですね。七力と、まあ、先祖ですかね。まあ、祖先が同じ。そうそうそう。そうですよね、七力のもっとこう単純だったやつが、はい、になって日本に来たんだけど、それが西に行く間にドゥドゥックになったりね。ああ、そうなんですね。バラバーンっていう楽器になったり、はい、でそれがまたさらに西に行ってオーボエとかね、そういうのになってくる、ね、いや、ね、兄弟だもんね。そう、いろいろやらせていただいてます。ジュリク持ってるんだよ。持ってる。これネットでポチったのさ。僕もこれポチりました。ネットでドゥドゥックがポチれる世界ってすごくない？そうですね。いいからだよね。はい。でもまあ、それを言っちゃあれだけど、いいね、七力とかショーもネットで今ね、手に入る。そうですね。買えるみたいですね、なんか。でもドゥドゥックもそうだろうけど、七力にしたってドゥドゥックにしたって、ここがね、ちゃんと自分に合ってないと、リードが本当に。皆さん、普通に東儀さんの演奏を聞かれてると、七力って、あ、こんなに簡単に音が出るんだと思ってる、ね、方も多分多いと思うんですけれども、本当に難しいんですよ。よく言ってくれよ。僕も実は七力持ってるんですよ。おプラスチックのやつなんですけどね、艦隊が、はい、本当に難しくて、あんなにコントロールして吹くのは本当に難しいんだなって思いましたね。本当に僕もリード楽器やってるので、リードの難しさは知ってるんですけれども。そうでしょ、リード楽器はね、あれをやってる人じゃないとわからないですよね。響きのいかに音、音程を掴むだけでも大変だし、音質も大変だし、もう何もかも大変だっていうのをなかなか分かってくれなくて、だからそういうこう、なんだろう、言ってくれる人、野口くんみたいに、あれは大変なんだよって、もう大歓迎。難しいですね、本当に。イリアンパイプスも本当に日本では本当に難しくて、そうでしょう。環境にやっぱり、ヨーロッパのアイルランドのやっぱり湿度とか環境にすごい合ってるんですよね。向こうって大体その一定になってるので。そうだよね、はい、今そこにないのパイプありますよ。え、ちょっとやってよ。はい。面白い。難しいのですね。難しいんですよ。見えるかな。ちょっとまず楽器をこう皆さんに、ああ、すごいすごい、来た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 、こういうやつなんですけれども、うん、ちょっと長いかな、ちょっと。そうね、全体像はなかなか、でも、うん、そうそうそう、で、こちらも不意語に、不意語で、バグパイプっていうと、口で吹くタイプのバグパイプがあると思うんですけれども、
それだとやっぱりリードがうまくいかないということで、うん、口で吹く代わりに不意語でやるっていう感じですね、うんうんうん、こんな感じが見えるかなすごいすごい、ごめんね、なんか頼んで、いやいやいや多分でもみんな喜ぶと思う。始まるまでには大変だね。いいね、はい、これってあれかな、はい、インスタのこのあれってタイムラグがあるのかな。タイムラグがちょっとありますね、なんかある。でもなんかこう相手の音もちょこっとだけ聞こえてるような感じあ、遅れてるんだかも分かんないよね、そっちで今ほら、そうですね、メトロノームのようなリズムの曲じゃないから、はい、だからうまく紛れてると思うんだけどこんなことができるなんて。まあでも、はい、タイムラグをこう差し引いてもすごく気持ちがいいと思うんです。ショート合うかもしれませんね、それも。もともとはアイルランドで、教会で賛美歌の伴奏してたんですよ。でパイプオルガンの代わりに、ね、こういうとこのキーで伴奏したりっていうので、でだんだん進化していって、もともとはバロックのオーボエが元となっている楽器で。なるほど。はい、あれだよね、そのパイプの元にやっぱりこういう、リードがいっぱいついてるってことでしょ。そうですね、メロディー感から始まってこういうリードがまず1本、であとこっちに6本入ってるんですよ。でみんなそれぞれピッチもね上がっていけばいいんですけど、なんか好き勝手にみんないろいろ上がってきたりするんで、ピッチを取るのが本当に大変で、調整で1日終わっちゃうんですよね。あ、ごめん、ロイス君、ちょっとねカメラを上にしないと顔が、せっかくの顔が。はい、すいません、ごめんなさい。はいはい。いや、でもこんなことしてさ、はい、皆さんもしかしたら妙に期待しちゃうかもしれないけど、12月6日はこのイリアンパイプとかデドゥクは出てきませんので、野口くんピアニストです。ピアノでしたね僕、はい、でも今はこういう こっちの分量が多いの。そうですね、なんかそのこっちの方が多いですね。あれ、なんか鳴ってますか。ライブっぽくていいよ、すいません。そうですね、なんかこっちの方が今多いですね。ピアノより、そうですね、ティンホイッスルとかこういうバグパイプのレコーディングのお仕事が結構主流になってきてますね。僕もティンホイッスルをね、レコーディングの直前にポチってね、はい、なんだっけ、曲、My Heart Will Go On。はい。の闘技バージョンでやっぱりあの音が盛り上がるなと思って、
難しいね。一撃のようにイメージはあるから、このプイーンとあのリード楽器じゃない、はい、ああいうリコーダーのような楽器なのに、うん、指と息遣いであの音を滑らかに変えるっていう。そうですね。あれがね、ちょっと難しかったけどやりがいがあって、結構あのいろんなキーがあって、その一応するたんびにその缶を持ち替えないといけないんですよ、うん、そうです。で結構その個体差も結構あって、うん、そのいい楽器に巡り合う確率がまあ少ないというか、うんうん、自分でどんどん自分に合う楽器を探し、あの見つけていかなきゃいけなくて、なんかリードを作ったりとか変えたりとかっていうんじゃないもんね。もうそうですね、もう良し悪しで決まっちゃうっていうところ、ね、そうですね、うん、だからティンホイッスルもいろいろ感があっていろいろ出てくるね。いろいろ、まあ結構いろいろ感があって、おー、うわ、そんなにこういうのもあるんだ。いっぱいありますよね。今度またいつか、今度はそういうあのイリアンパイプとかティンホイースとか、そういうショート七力とか、はい、もうぜひ堤、くんとかさ、白洲くんとかもういいからさ二人でなんかユニット組もうかそうですね、もうで僕もあのウードとかさ、すごいですよね。いろんなものをこうやるから、世界のありとあらゆるものの、あの民族楽器を、なんか無国籍な音楽が作れそうです、ね。いいですね。僕大好きですね。そういうの本当に。あ、そうだ。じゃあ白洲くんにはさ、なんかあのこういうどれだっけな。すごいな。はい。これは弓で殺弦楽器だから。はい。これを練習してもらうか。相当むずいんじゃないですか。で、あのもう一人の堤には、はい、これをやってもらうか。これはね、カザフスタンの楽器、ドンブラ。あ、あるいはね、このアンパンマンみたいな。すごい。これはね、初めて見ました。それ、あの奈良時代に日本にシルクロードからやってきた弦管っていう楽器の復元ものなんだけどね。へえ、すごいですね。で、こういう楽器を使ってゲーム音楽を作る。いいですね。いいですね。もう他に絶対誰も追従を許さない。絶対許さない感じですね。関係者見てますか？こんな今チャンスですよ。ぜひオファーくださいね。すごいですね。ということで、自己紹介してしまいました。ありがとうございます。すごいいい演奏を聴かせていただいて。いや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 、すいません。すごい刺激的でした。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた、はい、なんかやりましょう。はい、ありがとうございます。お疲れ様。お疲れ様です。どうなんだ。お、来た。野口明夫くんでした。当日はピアノに徹してもらって、またこう素敵な、ジャジーなものだったりポップなものだったり、いろいろな表現を楽しんでもらうことになり、なると思います。じゃあそろそろ時間が来たので、ここで終わりじゃないですよ。白洲くん行ってみようか。白洲くん取れる？コンくん、コンコン、あれ大丈夫？いないの？見てないのかな？これ待つしかないの？白洲さん、今までの通りにやっていればできるはずなんだけれど、白洲、あれ、しょうがないな。カントリーロード Take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama
え、本当にいないの？しらすくん、待ってるんだけど。しらすさん、コメントしてるんだったら、なんで出てこないんだ？それはそれでありじゃないよ。しょうがないな。インスタコラボはそんなものかな。待ってるんだけど、どうする？これなんか僕の問題？わかんないな。さっきのようななんかこうリストが遡っていったら出てくるかな。あの場面に？チッチの方が詳しいのか。あ、出てこないよ、あれ。そんなに？あ、なんか違うな。このハテナマークに1ってあるの、これ押したらどうなる？ちょっと切れたらごめん。なんか押してみたいものがあって押します。変わんない。しらすさん、リクエストをくださいよ。しらすくんも待ってんの？これやったらどうなる？お、これだ。来た来た。どうだ？今見つけたよ。おお。ごめんなさい。どうした？僕、早く、送信しすぎたみたいで。うん。と、野口くんがちょっと遅かったじゃないですか。うん。その時に、あ、やべえと思って、早く送信してしまったんですよね。何言ってんのか全然わかんない。とりあえずありがとうございます。ありがとうございます。とりあえず、あの、しらすくんね、もうちょっとカメラを上にしてもらえる、はい、頭が冷えてて、あ、それだと上すぎるな。大丈夫。はいはい、ちょうどいいちょうどいい、はい、よろしくお願いします。お願いします。本当、トギさんが楽しそうで、うん、楽しくてしょうがないんだよ。本当ね、僕はね、あの2人を本当は紹介したくなかったんですよ。なんでなんで。トギさんとなんか話が合いそうで、うんうん、めちゃくちゃ合ってるよ。そうそう、もうね、君の入る余地がだんだんなくなってきてるかもしれないんで。そうですよね。そんな感じがしてます。すごくそんな感じがしてます。いや、でもね、話が変わるけれど、僕コン君の YouTube を時々見るんだけれど、はい、ああ、はい、僕あれ大好きだったよ。リベル単語に引き出しをつけて、なんか勝手にこう言葉を吹き出しを作ってたでしょ。あれ笑えてさ、あれ僕のあれでもなんかいじってよ。いや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 、怒られますよ。社長に怒られちゃうかもしれない。いやいやいや、もうね、ぜひやってもらいたいと思って、すごいいいセンスしてるなと思ってね。いや、ね、カイネすごかったですね。カイネ、あ、僕のツイッターとかね。ね、何万回も。もう今ね、6万何千回再生になっちゃって。すごい。いや、今までないびっくりなんですよ。6万ってすごい。うん。でも不思議な現象だなと思うのが、YouTube でも同じものを出してるんだけど、YouTube は全然いかないの。YouTube でバーンと言ってもらえるんじゃないかと思ってるんだけど、世の中 Twitter なのとかね、そういうこと僕全然疎いからわからないんだけど、YouTube はまだね、1万もいってない。ああ、そうなんだ。全然違う。だから YouTuber と名乗れない。なんか、その原作者の方が、そのツイートをリツイートしてくださって、
で、そのゲームの原作者さんは結構海外にファンが多くて、何万人も海外のファンを持ってる方で、きっと海外の方も見たんだろうなと。今日海外からのメッセージもいっぱい来た、うん、ねえ、そうです、すごく嬉しかった、うん、そうで、ちょうどトギさんがその動画を上げた時にそのカイネの作曲者の方とちょうど一緒にいたんですよ。あ、そうだったの。そうなんです、うんうん、で、とっても喜んでました。あー、ほんと。すごい偶然っていうか、よかったそれ。作曲者の方もツイッターでコメントされてましたよ。あー、そうだったの。はい、うん、あ、そう、それはいいな。いやいや、もう喜んでました。すごく喜んでました。あ、ほんと。いや、だってあれさ、すごくいい曲だもんね。あ喜ぶ、うん、なんかね、今までにないA メロと B メロのリズムの同じ表紙のサイズなのにリズムの取り方が変わるっていう、ああいうの僕ね、うん、リズムが苦手な僕はすごくね、こう扱いにくいと思ってたんだけど、あれを聞いた時にスーッと入ってっちゃって、演奏しててなんかね、すがすがしい気持ちになっていくっていう、そんな。だからね、あれを演奏したらなんかこう、やっぱりゲームやってる人の皆さんの、さっきも言ってたんだけれど、あの曲に対する感情が、そのゲームの自分がやっている、なんだろう、感情移入とその状況と曲の演奏表現がすごく一致してるって言って、こうメッセージくれたんだけど、それがね、何よりも嬉しかったな。いやー、もう本当に素晴らしかったです。そして、うん、ね、そのカイネという曲と、あとシノアリスの、衣装と世界っていう曲を、同じ作曲者の方なんですけど、今度コンサートで、12月6日のコンサートでご一緒させて。あ、そうだよね、今回、うん、はい、あれはもう、まずね、場所がね、すごく曲にも合っていたんですよ。うん、あの場所は、びっくりだよね。びっくりです、本当に、うん。ありがとうございます。あの場所で、そのね、演奏したのは初めてなんですよね。そうそうそう。うん、なんか、第1号がすごく何よりも嬉しい、僕にとっては、また誉れが増えたなっていう。あとね、あそこね、この前別件で行ったんだけれど、本棚、すごい本棚もあるじゃない、あの一角に、はい、なんつったっけ、プロジェクトマッピング、あのすごい装置がもうついていて、それを見せてもらったんだけれど、うん、ものすごく感動的だったな。なんか本がね、ちょっとだけ言っちゃうとメラメラ燃え出したりするような、そういう錯覚を起こさせてもらって、うん、なんかすごい幻想的でした、今度それ見に行くといいよ、おすすめ。あ、ね、一般公開もされてるんですよ。一般公開もしているはず。うん、あれ、なんか音声途切れになってるけど、してると思うよ。うん、してなくてももう間近だと思うし、一緒に行こう。あれ、一般でも入れるって。うん、あ、すごいタイムラグがあるみたい。あ、ぜひ来てよ。楽しい楽器がいっぱいあるから。さっきも言ってたんだけど、しらすくんに向いている楽器ね。あ、ちょっと待ってね。取れないか。こんな楽器もある。これ知ってる？これバイオリンの
先祖。声聞こえないな。途切れちゃったよ、しらす君の声。まあ、一方的に喋ると、トルコの楽器、あの民族楽器でケマンチェって言うんだけれど、バイオリンの。で、こう弾くんじゃなくて、こうやって持って、こうなんか、こう、踊りながら。っていう風に弾くらしい。こういうのとか、いろいろこう、ぜひやってほしいなと思ってね。やります、やりたい。うわぁ、ちょっと猫がね、大変なことになる。そう。だからなんかいろいろね、今回こう、四季並みのみんなとこう知り合ったってことが、すごく僕にもいい刺激になって、まずこのあのゲームの音楽の世界とか教えてくれたのコン君だし、そのなんかそこからスパッとハマっちゃってね、なんかどん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 世界を広げたいなと思っていて、ありがとうございます。ぜひぜひ。今度のね、この12月6日のライブも、今までの東儀秀樹コンサートじゃなくて、なんか違う風が吹きますね。アニメとかゲーム音楽とか、こうジャンル的にも違うし、表現方法もこうまた今までと違うので、めちゃくちゃ楽しんでもらえると信じてます。めちゃめちゃ楽しいです。さあ、もう時間が来てしまったので、じゃあ、はい、ここでまた、締めたいと思います。またじゃあ、いろいろとやりましょう。ぜひぜひ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様。よし、ということで、もう時間が来てしまいましたね。せっかくだから終わりに、あ、ちょっともう一回情報を言っておきますね。12月6日日曜日です。21時から約1時間ですが、角川武蔵野ミュージアム、で、演奏している様子を配信します。チケットは3000円で、販売中です。ネットでこの東儀秀樹配信ライブでも四季並み配信ライブでも、そういうふうに探してもらえると行き当たると思うので、そこら辺は各自やってみてください。そして、チケット購入してもらったら12月13日の深夜まで、アーカイブで、その配信の様子を見ることができるシステムになっていますので、何度も見て楽しんでいただきたいなと思っています。それでは、ここで終わりにしたいと思うんですが、せっかくなので最後に、途中までかもしれないけれど、途中までですが、時期的にこんな曲もやってみようかと。一曲吹いてお別れしたいと思います。こんなのいかがでしょうか。
はい、東儀秀樹がお送りしました、ライブ配信、今日はここまでで、おしまいです、いろいろチャットをいただきました方、本当にありがとうございました、なかなか一つ一つ返事できなくて、もどかしかったんですが、またこういうこともどんどん続けていきたいと思います、コロナに負けずにとにかく発信、いろいろな形のものを発信続けていこうと思っています。ツイッター、フェイスブック、YouTube、いろいろなところで、音楽に限らず、生活のことや趣味のことをどんどん発信して、何かこう皆さんとワクワクを共有できたらいいなと思っています。それでは今後これからも引き続きよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。さよなら。いたたたたさよなら。さよなら。バイバイ。